皆さんこんばんは。歌う怪談女日月陽子です。怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー松山勘十郎です。階段を集めて47年甲斐収集家の木原博一です。この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。甲斐収集家である作家の木原博一さんが実際に。 直接取材した実話会談を語ります日本で唯一の会談専門ラジオ番組です木原さんといえばあの今や伝説の実話会談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね他にもしを会談やつくも会談といったヒットシリーズも出版されてますよねその木原さんによるこの世のものではない話もののけの話 不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。夢夢どこころか、悪夢よよ。りも素晴らしいことですよそれではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。怖いい。水曜日、存分に味わってください 2023年初収録の3回目、えー、世の中はですね、ええ、大変なんですよ。ええうん、昨日 バレンタインデーが終わりましたそうですよ。たくさんとチョコありがとうございましたそうねあ本当んとだめちゃめちめちゃうやん先週からこんなならなるチョコレートが目の前にあのそれは欲しくないわあーもう言うんじゃなかったちゃんと口に入るやつが欲しい甘い甘いやつね一応ちゃんと俺言うからラジオでもうこれ放送してる時は実は手遅れやから手遅れですからえが通の15日ですか ええまあ早速しなくても来るぐらいのそうですよねなりたいですねいや本当にねはいじゃあまあ階段のがっかりはともかく階段の方をサクサクと行きましょうか珍しいどっちが読んでくれるんだけど読んでいただけたよって指定できたえそれはひょっとして九年目に突入したこの番組で初めてのことじゃまあなかなか珍しいでも確かに こういう指定っていう形では初めてかもしれない。気月さんマニアの方なんですかね。あらファンがいるファンがかなり際物ということ熟女不安がいるのかしら。い自分でもそんなこと言うや。拾わなあからも今年はね。ホンマでね。レアなファンがおるね。あとでしばきます。はい。今年からなんかちゃうねちょっと。はい。ありがとうございます。大阪府は八代市のラジオネームキメイさん。 ねごめんなさいもう一度キメイさんキメイキメイさんですかキメイキメイどんな人えっと亀にななくあっ亀が鳴くとか亀が鳴くキメイさんはいはいありがとうございます木原先生勘十郎さん日月さん佐々木李さんこんばんはこんばんはいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます 三十年代の新耳不安ゆえ。お、お。それ相当の年齢でございますと。はい。覚悟で書いてきましたね、あなた。三十年すごいですね。昔、大きなビル火災のあった大阪の某繁華街での話です。あ、そこです。もうすぐ。二十歳の頃、合コンの後に歩道でほたいていましたら。ほたいるって言うのは、やっちょっと、あ、そうそう、暴れるみたいな、遊んで。遊んでるってことですね。ドーンという大きな音がしました。うん。 あまりに大きな音だったので全員車の事故だと思いましたが、うん、道路ではどこを見ても事故した様子がなく、うん、首をかしげるばかりでした、うん、今思い出すとその音はなんか柔らかいものがすごい勢いで落ちたと想像させるような音でした結局その音はおかしなこともあるなぁで済ませて帰りました、うん、翌年学会の打ち上げ後 夜の同じ場所で立ち話をしていると再びドーンという音が聞こえました、うん、一緒にいた A さん B さん C さん D さんの4人も驚いていたので、うん、私は去年もこれと同じ音がして原因が何かわからんかったんですよと説明しましたが、うん、一緒にいた人はでもおかしいやろと周囲を見回しました、うん、昨年の私も同じことをしていたので ふと上を見上げると上にたくさんの若い女性やおっちゃんが北を向いて並んで立ってました、うん、今から考えると確かにそんなところにバスターミナルなどあるわけがないのですが私は当時できた新しいバスターミナルのことだと思い込み「あほらバスターミナルができたって言ってましたやんあれですやんきっと上から何か物掘りはったんですよ」。 上に行さん並ん並ではりますやんでも上から物投げて危ないなあ」と言って上を指さしたのですが一緒にいた A さんがちらっと上を見た後に一言「バスターミナルはもっと向こうの M 町の方へで」でも私が見ると多くの人が並んでいるので「いやそこに人が並んではりますやん」と私「えどこに?」 といぶかしむ A さささん C さんん B C そのやり取りを数回繰り返していると一緒にいた D さんが手を合わせてお経を唱え出しました、うん、D さんは普段から霊能をしゃぶっているところもありまた上に,いる上にいる人間相手にお経を唱える姿にちょっとイラッとしました私はその時生きている人間だと思って見ていますから、うん、すると再び A さんが「どこにおんの見えへんで」 というので、私は A さんを見た後、上を見ると3人ほどいなくなっていたので「あ人が減ってます」と言うといやどこにもおれへんよと再び A さんが言うので「いやいますよ」と A さんを見た後にまた上を見上げるとまた4人ほどいなくなっていたので「あまた減りました」と私「今はどこにおんの?」と A さん再び A さんを見た後に上を見上げると「あもういなくなりました」と私。 そうやろ、最初から人なんかおれへんよと A さんと B さんいやおりましたってと私すると路上で上を向いて独居していた D さんは気分が悪いと言って C さんと早々に帰り残された私らもモヤモヤした気分を抱えながら解散しました不思議に思ったのは私が目をそらして見上げるために人が減っていったバスに乗るために並んでいた人たちはどこに行ったのか 順番待ちでは列から離れた後の順番を取られるのにいなくなった後に誰も列を詰めないのはなぜか並んでいる人の中に銀色のスパンコールみたいな服を着た女性やミニスカートのワンピースの女性もいて左から右に歩いたり反対に戻ってきたりしていました先に消えた人の中に下にいる私らをチラチラ見ぐし,しゅぐさをしていた女性もいました だから下を見ている男の集団を知っているはずですミニスカートで歩いていたら中が見えるし年頃の女性ってそういう男性への敵意はすごいのに気づいて睨むどころか誰も気にしていなかったということでしたあと今から考えてみれば彼らが立っていた場所の前は高速道路ですがそこまで 10m は空いてますしどうやったらその高速道路に着いたバスに乗り込めるのか 考えれば無理な話ですということです。最も最大の謎は、うん、この投稿をなぜ日月洋子さんに読んでいただきたいのか<あ>、こま<と>で,ですね。うん、うん、なんか <laughs> 日月洋子さんに読んでいただくとですね、うん、何か喜びがあるのでしょうか,か,かもしれないです、ねまあ。これで私バスの話したから。

自分にだけ見えていた人たちの話をされてて、うんうん、でよく,よく自分はその時はもうあの、まあ、バスのターミナルを間違えてた、うんまあ、新しくできたたバスターミナルだと思っ,とった、うん、M 町にできてたバスターミナルをここやと思って自分で勝手に思ってしまい込んで「ありましたやんこれですよ多分それで並んでるんですよ」って言ったけれども。 そこも実は違っていたとうただこれね上に並んでたけどどういうどうの部分に立ってたかが書いてないんですよねその上のだからそのビルのなんかねその軒先に立ってんのかどこに立ってんのかなちょっといまいちわからない場所の情景はなんとなく浮かぶんです空中に立ってるわけじゃないですも空中に立ってたら実在と思わないですもんねこの人はただまあ拙者的にはちょっとあの普段例のシャとってるギーサにイラッとしてたのはちょっと面白かですただちょっと僕カットしたんですよこの後日ねこの夢を見てるんですよねこの方が夢のな 中ではその人たアーケードの上に人が立ってたって書いてるんですよ。だから実際にその見た時もひょっとしたらそこアーケードあるんで、アーケードの上にずらっと並んで、まあ高速道路に向けてなんか待ってるような雰囲気を見たのかなとは思ったんですけどね。あの場所でやってる、そうですね。それだったらそうですね。まあでもそのアーケードのに並んでる時点でも不自然ですけどね。それはじゃあそのもっと前の段階で書かれてたアカウントもね。まあそこだけちょっとまず気になったんですけどね。 場所のはされ分かりますよねわかりますまああそぼですは知ってる人は知ってるあけど聞いてるリスナーさんで地方の人でましてやこの番組のポッドキャストのリスナーさんは海外のベルギーにもファンがいたりするので国交でばかり納得してどうすんねんというようなふうに思われがちですけども大阪の南にあるあの。 道頓堀の近くの千日前通りのどっかの話言うてまつりほぼ答えぐらいのねかなというふうに事件というか事故があったのでこれは聞く耳を持つ人間というよりも。 古くから大阪に住んでる人間この方大阪の方でしょうっていうのはいしいのでそうですねだって関西弁がねそうね関西弁が自然出てくるから場所とか出来事としてもまあ有名ですからいろいろというね体験談がありますからねあそこでとはいえこんだけ記号抜かれてたら私たちは分かった手で喋ってるけれども当然視聴者には届かないのでまあぼかしながらもこれぐらいのことまでは言うとお聞きますけれども昔あったビル火災との関わりを

あのもう一度釘を刺しておきますけれども、はい、詳細に書かれているのに先週の会談に関しては疑問ばかりを提示しました。うんはい、で決して詳細に書かれているとはあんまり思えない、うん、あの非常にね、うん、体験談的、うん、あの自分の体験を自分で書いているという、うん、あの独白型であるがゆえに、うん、分かっている自分の思い出を書いているので。うんで えー、分からない人が何が分からないのかが分からない体で書かれている体というところに文字数が少なかろうがあの表現のうまさとか関係なくあこれはあのー、リアリティがあるなと思いました。うん、こに、うん、で、うんえー、言いたい放題のこの3人の中の言うてた中で拾うべきことの最大のポイントであると同時にこの話を面白く なる一歩手前でとどめているウィークポイントが、うん、佐々木くんが指摘したどこに行列が立ってあのー、見ているこの方から見て上の方にいるっていうふうに言ってるけれども、うん、普通の街中の人が行列を成しているのの目撃で、うん、下から上を眺めて行列をしているという目撃するケースって ほぼ強いて言うなら、うん、あの歩道を歩いてる時にあの手すりよりもはるかに高い身長の人たちが歩道橋を歩いてるのがそれに近しいと思うんですよ。うん、でもね今歩道橋の例えをしましたけれども、うん、だとすると手すりが邪魔で全身が見えないですよね。うんうん、まあ肩から上、うん みたたいななもんんでですすかからうとくの性別がるる程度だったりはするでしょう、うん、しかもザ・歩道橋だったらそれは通路だからであるわけで、うん、行列とは思いませんよね。うんうん、したがってどうやら並んでいる理由は分からないけれども並んでいるのがおかしいとは思えない場所にずらっと並んでるみたいなんですよ。しかも見来た,限り見たあのあり話をあの耳にしている限り下から上を眺めるという形で。うん ミニスカの姉ちゃんもうちょっとパンツ見えへんように気ぃつけた方がいいんちゃうのというふうに疑問になるぐらいだからこれ手すりも何にもないようなすってんて、うんテンテンのとこに立ってるということでしょうね遮、うんあのー、るもんがないんでしょうねうん、うん、何も。どういい場でしょうね、あのー、屋根瓦の、あのー、軒下のヘリみたいなところに立ってる屋根の上にずらっと並んでいるのを下から見上げてるとそういうふうに見えるでしょうね、うん、ということになったりはするんでしょうけども。 つまり足元は何やねん,うん、うん、何でしょう、うん、どうやねんっていうのが知りたかったりするわけです、うん、なぜ知りたいかというとそれ先まで続いている人がい,いようがいようまいが先まで続いている道のようなものに立ってるんですか。うんうん、その人たちがやってきたとおぼしき道のような後ろがあって、うん、階段のようなスイスのものがついているものがあるんですかないんですかっていう説明がないと バスターミナルに結び並ぶために結びつけられる理由も何もないですよでもなんかあんな高い高いじゃないですか、うん、まあか高さ3階ぐらいでしょうね、うん、アーケードやったら大丈夫危ないなっていう、うん、なんか描写はなかったっぽいですもんね、うん、精神的な,なあのアーケードならアーケードと書いてあると思うんですよ、うん、ですちょっと妙なこと言いますけど、うん、確かに、うん、アーケードのように人が立ってるっていうのをもし書いてないとするならば、うん、アーケードに立ってる時点で会がある意味終わってるんですうん アーケーケドに立みたらおかしいなふうん、見たの風になるからそれと消されてるところにはアーケードとは、うん、夢の中の話です,、ね、夢の中ですけどそうだから夢の中とはいえっていうところのアーケードは、うん、あの夢の中をカットする佐々木君の考え方は正解なんですけれどもうん、うん、アーケードは「 あの元の体験談と結びついてるものなんか結びついてないのかもわからないのでからな何と見なかったりするんですけれども、うん、アーケーケドだいくら,ら、ね、あの高速道路の方に向いて並んどったとしても後に作られたアーケードって、うん、2>, あの2階以上のアーケードの上以上の人たちの,あの対比通路になってるんですよ。うんうんうん うん階段がついててあの両脇が口にねそう口にね通れるようにキャットウークがあるんですようんだからそこに並んでたってことなんですねいやだからアーケードと書いてないのがおかしいのかおかしくないのかもわからないのでこれあの立ってる場所がわからないと目撃してるの目撃の仕方がおかしい以前のことがおかしかったわけですそうですねつまりね階段というのは階以外は全部あの常識的に分か いる現実と地続きであるから「貝、うん」怪が浮き出るのであってうん、うん、並んでいる人が貝なのはわかるんですけどもあのこの世の並んでいる場所の,のその人たちが立っているいわゆる、まあ、あの足場地べたに当たる部分というのがぼやかされてしまうと「うん、宙に浮いてるんですか?」っていう考え方だってなきにしもあらずだし、うん、聞き方によってはその下から上を眺めるという描写がなかったらこれすぐ近くの 向こう側の歩道に並んでる人ななのかなとも思えなくもなくんですようん、うん、途中の最後の方で、あのー、下から私たちに見上げられたら、あのー、ミニスカの人なんかパンツ見られへんかどうか気にするもんちゃうの若い子やねんからこちらをきっと睨んだりするんちゃうのみたいなふうに思うぐらいですからという描写が入ってたりするとこれは相当の高さがあるなと思うのとう、あのー、ぜひこの方疑問に思わなかったはずないと思うんですけど。 手すりのないスカスカ感の上に並んで立ってることをおかしいと思うという描写はどこで入るんですかこれ。うん、というのを聞かないことには、うんあのー、目撃したのは事実なんですけれども、あのー、驚いてる描写が不思議がってるばっかりで、うん、驚くべきことがいっぱいあるでしょうっていうところがあのー 抜けてたりするんですよですね。抜けてますねなんか心配もしないですよね。うん、なんかあ危ないな落ちへんのかしらとか。うんうん、その通りやね。安定すりがなければ。見える心配よりも落ちる心配です。うん,うん、<laughs> うん。それに並んでいる場所がはっきりわからないことには。位置関係がわからないので。うんうん、でしょう。うん。うん。あのー。うん。場所が、の、あの、都会だったらね。そんなに行列並んでたら。 他のの人や交通の邪魔にならならいだろうかっていうふうに,、うん、に地べったにいればあるはずの描写が全くないので、うん、上にいるのは分かるんですけどどうやったら行列が,上にな行列があのできるべきなのであるというふうに納得できる足元を不自然にも思わずに立ってる人間だけ見ているっていうことにしか気にならない理由が分からない。うん、でしょ というで、さっき見た通りそうでなければ、はっきりしなければ宙に浮いていることを指摘するはずなんです,そうですね。空中に浮いてるでってなりますからね、うん。その通りやね。だからね。2人抜け3人抜けって間詰めないのが不思議なぐらいやったら、うん、その詰めない場所はどこに立ってんねんを不思議に思ってほしい。うん、詰めれる場所に立ってるみたいやからね。うん、うん、だったらどこに立ってるんだっていう風に。 これでビルの中のに行列作ってる人なのかなと思って最初聞いてたら、うん。そう思いましたね僕も最初読んだ時。うん、でもそうでもそう,、うん、そうで次の<に>日下から見上げてって言うから「え屋上?」っていうふうに思ってたらしたんですけども、うん、バスターミナにつながってるあれですよって言うから、うん、屋屋上上は途切れてるから屋上じゃないないと思うわけですよ、うんうん、そうするとあのどこにつながってるとおぼしきもののいわゆる地べたというか。 あのー、足場があったのかなと思うので、うん、足場がわからない限りにはあのー、不思議に思う場所がバラバラに飛び散ってしまって、うんあのー、絞り込めないという点があったりすると思うんですというところだったりするのと、うん、みんながその場所分かってるだけにも,すそうですも,もったいないですよね,すねもうちょっと詳しく知りたいんですよね、うん、だから、うんうんうん。まあそれもあるけれども、うん、見た瞬間にその人たちがね北の方を向いているっていう、うん、ナイスでイケてる言葉やねんけども。 なぜ北の方だと分かってるのとどこだから北の方を向いてると言ってるのかっていうのも、うん、ちょっと気にかかるといえば気にかかる、うん、街の中でこの場所が分からなければこの階の、ねうん、場所が分からなければ北とは何を指してるのかって言ったら梅田を指してることになすそうですね,ですね、うん、だからあそこはまあ角地になってますよねあのビルは。そうですそうで角、はい、地でそのビルの東西に面して高速道路が走ってるわけですよね。 でそのビルににして南北にアーケーケドがあうそうそうそう。と、うん、いうことはそれはアーケードの下か上でないとおかしいわけですよね。並んでる北に向かって並んでるということは高速道路に向かって北に向かって並んでるということはアーケードの下の部分かアーケードの上の部分。ってことはこの人はどっから見てるかっていうことですよね。そうなるとアーケードの下から見とったらアーケードの上によってはわからないですよね。っていうことはアーケードの下の部分に。 並んでるように見えたということなんかなとも思ったんですがそこにその立つようなスペースないと思うんですけどね、うん、まあ、だからこの人の目撃したことはいいですから説明の時にこれがないと階段の成立は難しいですよっていうのの一個の大きな点がまず最初に抜けてるっていうのに多分このラジオを聞きながら顔真っ赤にしてはるんじゃないかなと思うんですけどもこれとっても重要なことなんです人が並んでいることよりも、うん うん、その下から見上げてるわけですから、うん、えそれはどんな場所であるのかっていうのがわからないとバスターミナルに無理くり話を結びつけようとしてみんなの気を紛らわそうとしているバスターミナルがあまりにも絵空ごとすぎるからっていうふうになって、うん、つまりねこの辺で立ち止まって他どんだけ書かれても,もねあのー、頭に入ってきて絵になりにくいんですよ。うん <で>このさっきから聞いてるけどどこ建てんのこれっていうのがずっと動からいままにあ,のあるのでという言い方がいいですかっていうとこだったりするからたまに清涼飲料剤のように「あー気持ちいいなその話」っていうのが日頃からなんか冷感があるよとかの言うてるやつが度胸してるっていうのにイラッときたっていうところがだ <laughs>、うん、から逆に言い換えればそこさえちゃんと明確になってればだからすごい惜しい状態そう惜しい状態ですよね。また欲しいいですすねこのチャートがちょっと分かりやすい まあそれにイラッとするのはあの分かるんですけども僕ならなんで度胸上げてんのなんで急に脅威読み出すのそこも突っ込んでないですよねその方にだって本人は実在の人が並んでると思ってますもんね。あの霊能者ぶって思ってその霊能者ぶってる人間やったらね実は先にねあの度胸はせえへんと。 思うのと霊能者ぶってるんだったらばという言うんだったら余計に今日は読まへんやろ今日なんか何の役にも立ちませんからうん,、うん、うんだからあのー、それより何の役にも立たないという前提で言うんだったら何を見て度胸をしたらどうなるということを考えてやってるのかって言ってうん、うん、まあ知りたいですよね、うん、だから度胸を読むスタートがわからないうん、うん で分からないこと含くめで度胸をやってるから当然結果のリザルドも分からないっていうところだったりはあのするんですけどもこれはつまりねリアリティはあるのかも分からないけども別にかかんでもええですよっていうことでもあったりするんですよ。そのの足元の話とというのとこういう人たちがどこどこにこんな風に立ってました。 いう不思議なことに間が次々と消えていくんですっていうことだけでも面白いと思う、うん、それをどんな形で目何人がどんな形で目撃して何て言っているのかっていうだけでうん、うん、あのー、十分伝わると思うんですけども、うん、それをね「会話だけではち減ったね」って「えっ何が?」っていに一体どんだけの距離の離れてる話をしてるのか、うん、どんだけ近い 近距離のの話をしているのかっていいるかっうにえ、どこどこどこっていう話なのか、うん、あそうやねっていう話なのかっていうのが実ははっきりしてないんですよ。なぜなぜらばねっていうに目撃の話に対してどこ見て話してるの、うん、というあの例えばか顎を上げて「うん、いやどこってあそこですがな」っていうふうにさして。 どこ「何々の上には誰も立ってないじゃないの」って言って「え立ってるじゃないですか」が立ってないのとか、まあ、あの看板のとこの「どうのこうの」とかね窓枠の「どうのこうの」とか、うん、そうつまりね見てるものを書いてるだけで見てるものを周りもどう見てるのか自分はどんな風に捉えているのかを周りに説明して「えな何よそんなん」とか「いないじゃない誰も」っていう風になってるのかなってないかという。 いわゆるその場の空気感がはっきりしてないんですよしたがって見たご自身が見たまんま自分が納得している描写を書いてるんですけれども人に伝えるときにはもう3スパイスほど必要です、うん、でまあこのキメイさん自体がねそこ,こならざるものという認識しない不自然なレベルで並んでたってことですもんねうん、うん あのー、まあ違和感のない場所にじゃあ並んでたっていうことになりますよね。さすがにね。この番組を聞き聞いてて市民ファンだけやってね。うん、幽霊という言葉を使ってないのは高く評価します。うん,うん、これはとても大事なことなので、高く評価しておきたいです。日本、うん、で読んだり聞いたりする人間が、うん、あ、これはこの世のものではないな。なんかすごいもの見てるっぽいぞっていうのを伝えようという努力は伝わってたりはします。うん、ところが、この世の場所であるはずの。どこに立ってんねんっていうのがさっぱり見えない、うん。見えないっていうのだけを。<laughs> まずトップに上げて結構自分で盛り上がってると、うん、人に伝えようとしてもあ,のあっちこっちあそことか、うん、どうしてもそれしか出てこなくなっちゃうと、ねね、これを書こうとするときにあの風景描写をやたら書くのではなくて「こういうところに立ってます」でいいものを「うん、この街はこういう十字路でこういうビルが雑居ビルが立っていて」みたいなことをやったりすると「いやそう関係ないから、うん、それそどうせカットしますしみカットしてるでしょ」っていうふうに、ん、どこに立っているのかっていうに。 前を見たら行く先が行き止まりで何もないしその列の後ろを見てみたらあの別に登る階段も何もないしというその場所は何なのであるのかっていうのと、あのー、あんなところに人が立ってる場所ないわけですから一体ビルの前にくっついてるもんだかビルから離れているなんか帯みたいなものがあるのか人が立ってるけれどもっていうのがあるのかないのかっていうのとなぜその、まあ、いわゆる歩道橋的な馬車でしかあの行列ができなさそうな気もするんだけれども。 手すりのようなものがないこと、うん、下から丸見えであるほどのあの状況下に高い場所にもかかわらず怖がらずに立っているということに対するあの疑問。うん、うん。あのこれまでこれほどまでにというぐらいほど今日は落ちない工夫してます。うん、それは同時に見えない工夫でもあったりします。うん、ガラス板でもあったんですか、うん、っていうふうに。 出なかったら見えるわけはないよね。という疑問を持ってもおかしくはないですよね。っていうところだったりするので、この方はちゃんと見てるんですから、書いてないだけだって書けるはずです,そうです、ね。これだけだったらなんか酔っ払っとったんちゃうん？ってなっちゃいますわね。うん、あ、お酒飲んだら、ね、酔っ払ってな中の道もない。目取ったんちゃうみたいな。まあね、あので行動を起こしていないので会話はしてるんですけども。うん あの接近を試みないいいのか確認を試みていなないんですよ、うん、なぜ友達に聞くばっかりで接近やこ、あのーね、解明の試みをしないのかというと手が届かないぐらい高い場所だったと思えるんですけれども、うん、だからこそそれどこに立ってるのっていうことまで含めて、うん、なぜ確認の行動を取ろうとしなかったのかっていうこと面白そうねあれ何があるからあんなところに人がいるんだろうという行為に誰,として誰一人として映らなかったって。うん いうのを,をそのまま人がかけてもそこから退去できる、うん、だ帰ろうかっていうふうになれるっていうその程度の回なの、うん、それともあっ 驚く会議を書いてくださったのっていうところがいまいちはっきりしていただければとあなたの感想で結構ですからもう一回ちょっと送ってもらいたいですねぜひその辺ちょっと詳細にはいお願いこれは価値ある一話ですよ価値あるありがとうございますでそのまた価値ある一話といえば別冊会談ラジオですよこれがまた別冊こそ本当価値ある大きく価値ある今年はねすごいとこから入ってますかね始まりましたよ2月からすごいのが前々からこの番組でもよく言ってたりあの僕のあのニコニコ生放送の場 言ったりすするんですけど、うんうん、1970年頃の後付けで作られた考え方ですね、うん、っていうにつまり僕は取材した話を聞いているのであの決め事や決まり事的に結論ありきを単語で喋っていく話の階段には乗れません、うん、みたいなようなものだったりするんですけども。 多分聞いてても俺らが知らんと思って大体70年の形とか70年の考え方って何やねんと言われても話すと長いので今までずっとっってきたんですずっと70年代って何やな60年代ってあかんのかいなとか50年代ってどうよって言われてもおかしくないんですけどほぼなかったんですよ。ここのののの方方が今のが考ええを発明ししたとも言えるし新耳袋はこの階段の 基本と作法にのっとらない形でできてるんですよ、うん、だから新耳袋って売れたと僕は思ってるんです、うん、あのー、その考え方にさよならする意味も込めて新耳の90年度版には呪いやたたりやあの因果なんか書きません、うん、みたいなこと書い言ってますからねそれはねですよ、うん、うん。じゃあ反対の考え方ってそういう用語がいっぱいなんですね その通りなんですよで。そういう書籍をどういうつもりで書かれたのかともかく人物として偉大であることは間違いない中岡俊哉さんの話を延々と書籍を中心に、あのー、70年代にタイムスリップしてみようかっていう話をやってたりするんですけど話のワンブロックに思わぬ説明の延長上に 細木子さん気になりまますねこれた多分あのこの番組ね初めて撮りめてですからまさか怪談ラジオで細木和子さん気になるでしょう気になるでしょう一応行人で本を出されたことを中心で著者の名前言ってるだけですから問題ないと思うんですよですよね別に避難してるわけじゃないので考察をしてるんでぜひとも聞いていただきたいと200円で200円で1回200円プラス税なんでぜひ皆さん安いといます。はい さあ告知いきましょうはい、えー、松山勘十郎はですね、えー、5月28日大阪の育都区民センターで、えー、また大衆プロレス松山さんの、えー、プロレスがございます、えー、チケットは絶賛発売中でございますのでぜひ松山勘十郎で検索していただいてぜひ生のプロレス見に来てくださいめっちゃ喜びます、うん、はい、私日月陽子はひらがなにつの方の日月陽子で検索してください春あたりからイベントも増えてきます 2月の最終金曜日の10時からニコニコ生放送「普段暗殺計画」えー快意な動画特集をまたまたやってると思うんですけれどもえあのー、一応バレンタインでまだ受け継けてますので <laughs> 慌てずゆっくりと送っていただければと思うところです。もう後半年受けたらどうですか。そうですね。そねね <laughs> え,え詳しくはなんかこうツイッターでもよかったら読んでやってください。<laughs> 番組では。 別冊怪談ラジオを販売しておりますちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればとどうやったら帰るの詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います今夜はいかがでしたでしょうか何もなければいいんですが えちょっとあなたの城誰ですか番組ではお便りや感想のほかあなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしていますメールの宛先は階段アットマーク JOCR.JPKAIDAN アットマーク j o c r j p ファックスは078361005078361005おはがきは郵便番号650858でラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日までぜひ本物の怖い話を私に教えてくださいお相手は歌う怪談女日月よこと 階段大好きプロレスラー松山勘十郎とそして怪談を集めて47年木原博和でしたそれではまた来週お耳にかかりましょうこの1週間あなたが無事でありますように。